ね、外未来に向かって未来からのこの光があるので、本当に未来に向かってとか現状変えたいなとかいろいろあるんだろうけれども、色的に言うと、まあ、外に向かっていく色ではないんですね。やっぱりこう内側に向かっていくというか、あの深い部分に入っていく、まあ、内観というかインナーチャイルドだったりするので、あの外側に向かってっていうんではなくて、やっぱり自分自身とのことだったりします。あとは言いたいことをやっぱりこう流していく、言えないんだったら、まあ、こういう色とか、に出していくといいと思います。はい。でこれ多分出せたんだと思うんですよね、この色合いから言うと。で次にここを書いてすっきりしましたっていうのはそこだと思います。